どうもジンです。はい、いやついにですね、僕の動画が WCT サーファーの五十嵐カノア選手に届いたかもしれません。いやびっくりしました。それでは皆さん、全貌をご説明します。行ってみましょう。いやついにですね、僕もね、まあ念願って言っちゃちょっとあれですけど、まあちょっと語弊がありますけれども、まあかなりありがたいことに、五十嵐カノア選手のですね、お父様のツトムさんに、僕がちょっと前考察したね、まあカノア選手のチャプター2見ましたみたいな動画をですね、インスタグラムに上げていただき、おすすめ動画みたいな感じで、上げていただきました。めちゃくちゃありがとうございます。本当に、いや、僕はね、カノア選手ね、すごい、まあ、はじめはですね、まあ、アメリカ国籍というか、まあ、アメリカで、こうね、ゼッケンにアメリカの、国旗が載ってましたけど、まあ、純日本人なのでね、アメリカ育ちですけれども。なので、まあ、生まれも育ちもアメリカなんですけれども、まあ、日本人としてね、CT 選手になっているんですけれども、まあ、僕はね、すごいね、まあ、CT もともと見てたんで、まあ、ついに日本人がね、CT 選手になったんだっていう感じで、まあ、応援してますね。はい。まあ、もちろん、もうサーファーだったら誰でも思うんですけど、まあ、CT 選手って、全員、もう、リスペクトしてますよね。もう、言わずもがな。で、こいつが嫌いだとか、まあ、あんまりない気がします。僕はどっちかと言ったらそんな感じですね。まあ、どちらかと言ったらコンペが好きな方ですから、ああいった選手っていうのはね、まあ、それぞれがやっぱりハイパフォーマンスをしますから、なんかそのパフォーマンスに対して、こう、うわ、今のいいとか、まあそういうところがありますよね。ただまあ、カノア選手に関しては、やっぱりヒート見てたら、やっぱ勝ってほしいなっていうね、思いになってしまうのは、やっぱりそこは日本人のね、まあ、血かなと、思います。まあそんなね、五十嵐カノア選手のお父さんをね、ツトムさんから、まあそうやって、シェアしていただくっていうのはね、まあ光栄なことで、もうこの YouTube やっててよかったなっていう部分でもあります。まあめちゃくちゃ弱小の中の弱小の YouTube なんですけど、YouTuber なんですけれども、まあそれに伴ってですね、動画のコメント欄もですね、まあちょっと僕の趣旨と、まあ、僕の趣旨が伝わってないかなっていうコメントがちょっとこう散見できますので、その辺をちょっとまた再度ね、皆様にお伝えできればなと思いました。しかも、超大物 YouTuber の方からもコメントが来てます。まさかです。まあそちらに関しては、まあ後ほど詳しく説明したいなと思うんですけれども、まあ僕がですね、あの動画で、あなた CT ね、CT のツアー回りたいですか?みたいなこう発言をしたんですよ。まあ僕は常にね、まあこう定義ね、まあ皆さんとこうお話しする、まあお話しするっていうか、まあ僕が一方的に喋る場合、何かこうね、一つ、まあこう定義を設けたい、定義というか、なんだろうな、まあ仮説っていうとちょっとまあ大げさなんですけれども、何か一つこう議題が欲しいんですよ。まあそれに伴って話を進めていくっていうのがね、僕のこの動画のスタイルなので、まあ特にこうやって一人で喋ってるとね、めっちゃ話が脱線しちゃうんですよね。今みたいに。そう。なので、まあ一つね、それでキャッチーなキャッチコピーをつけるんですけど、僕自身がね。まあそれをすごい皆さん真に受けてしまって、カノアは頑張ってんだから応援してくれよとか。まあ、あなたそんなこと言わないで、CT ってすごいもっと尊いものなんだよ、みたいな、こうちょっとコメントが見受けられるんですよ。僕がこう話してる内容から読み取っていただけてないのかな、まあ、その一部分を切り取っちゃうと全然違う捉え方になってしまうんで、コメント見る限り飛ばして見てるのかな動画をとか、まあ、僕のこう思いが伝わってないのかなとか、僕の言葉足らずなのかなって思う部分がこう多々あるんですけど、あくまで自分自身がその立場になった時にどう思うのかなとか、
まあそういったニュアンスなんですよね。決してカノア選手がようそんなことやっとるわとか、そういうニュアンスで捉えられてしまうと、ちょっと僕の本意ではないですね。はい。まあそう伝わってしまったのであれば、まあ僕のね、言葉足らずなのかなと思いますけれども、まあ、僕の動画っていうのはどちらかといったら、まあ、どうでもいいことを問題定義していく部分があるので、まあ、お前どうでもいいやろって言われたら、いや、本当にそこで終わりなんですよ。なので、まあ、もちろん言いたい気持ちは、僕も理解するので、皆さんのご意見はね、真摯に受け止めてコメント読んでますので、ああ、そう思うんだなって僕は思うだけなんですけど、ただ、まあちょっと自分の伝えたい思いが伝わってないっていうのはちょっと、もう少し考えなきゃいけないなっていうのが、正直なところです。はい。まあそれに加えて、まあ僕がやっぱりこの伝えたかったことっていうのは、まあそれだけ CT 選手っていうのは華やかそうに見えるけど、すごい大変なんだっていうのを、まあ裏返して、あなたはそうなりたいですかっていうことですよね。はいはい。僕は、慣れたとしても、まあ、あんな生活を続けれるほどのメンタルはないかなと、ちょっと思いますね。だからこそすごいんですよ、CT 選手は。もちろんサーフィンも上手。ただそれをこなす、ね、なんて言うんですかね。こなす精神力っていうかね。はい。そういうのが必要っていうことですよね。一個ね、めっちゃいいコメントを来たんですよ。僕ね、このコメント返したのかな、ちょっとわかんないんですけど、これ。ケリー・スレーターが、自分はプロになって以来、一つの場所に3日以上、3週間以下しか住んだことがなかった。コロナになって初めて、一箇所に長く住むのも悪くないって思った。っていうね、コメントがね、ありました。まあ、こうやって言ってましたよ、みたいなね、ケリーがね。あのケリーは何年ツアー回ってるんですかね。その方がですよ。何年ツアー回ってるかもう僕も計算ができないぐらい。もう僕がサーフィン始めた時からもう神様って言われてる人がですね、言った言葉がこれですよ。3日。それか3週間以下。まあ1ヶ月ですね。3日から1ヶ月以上。ね。同じ場所に住んだことがないよと。それを何年やってるんですか。っていう話です。僕は、そこを、どう思いますかっていうことなんですよね。別に、そのチャンピオン、ね、まあ、チャンピオンに、まあ、なるならないとか、応援しろしないとか、まあ、そういう話ではなくて。はい。ちょっとまあ、皆さんと、話の方向がね、まあ、ずれてしまってたかなっていう部分があるんで、まあ、ここで一旦軌道修正という形です。はい。まあ、すいません。そういう感じなので、ご理解いただけたらと思います。はい。で、先ほどの有名 YouTuber の話ですよね。あー僕ね、この方ね、まあめちゃくちゃ動画見てるってわけではないんですけれども、ただね、すごい有名です。はい。まあ僕はね、村田嵐仲いいんで、まあ彼はね、もうトップオブトップサーフィン系 YouTuber ですけれども、いや、その方も、オーストラリア在住で、もうトップ YouTuber としてやってられる方ですね。はい。僕もオーストラリア何回か行ったことあるので、ご本人は会ったことないですけれども、まあ、あ、すげえポイントやってんなみたいなのとかはちょっとこう見て、た覚えはあります。はいはいはい。ただ今回その方からのちょっとコメントが、まあ先ほども言った通り、ちょっと的を僕のちょっとこう、んみたいな部分もちょっとあって、言いたいことが多分ちょっとうまく伝わ、まあそのコメントにかけてないのかもしれないんで、まあ僕はそこまでそれをシビアに、まあシビアというか、まあこうデリケートには捉えないんですけど、そのこと、まあ僕がね、その CT ツアー回りたいですかっていう言葉をですね、まあそれはあなた CT を回ってる人が言うならいいけど、あなた何もしてないのにそんなことを言えるんですかね、言っていいんですかね、みたいな感じだったんですけど、いやー、それ言われちゃうと、
もう何も言えないというか、どう思います皆さん。はい、まあ、コメントまだ見れるんで、まあ見ていただいて、まあもしね、言いたいことがあればコメント欄に残してもらえればいいんですけど、まあ YouTube 上げてる以上言いたいこと言わないといけない場所なんですよ。ある程度自分のまあこう趣味趣向をこうある程度述べるんですよね。まあ、それに伴ってそうだそうだとかやっちゃうやろうっていうことでいいんですけど、ただちょっと僕が思ったのは、いや CT 回ってないと CT のこと言っちゃいけないのかなみたいな、ちょっとニュアンスにも捉えれたので、まあ僕はちょっとごめんなさい、その一文だけではね、その人の本当の言いたかったことが、まあ、全て読み取れるわけじゃないので、ただちょっとその方はですね、まあ僕のちょっと知り合いって言っちゃうとちょっとあれなんですけど、の方ともね、ちょっとローカルうんぬんかんぬんみたいな動画でやり合ってた時もあるので、なんかプロレスがいきなり来たのかなみたいな、ちょっと YouTube 的な YouTube の YouTuber の方が働いて、あれこれもしかしてこれちょっと俺ふっかけられてるみたいな、これプロレス入ってますみたいな感じもしたんで、いやまあちょっと動画にするかちょっと迷ったんですけど、まあでもその一文というかね、他の方も結構書いてて、CT サーファーになってから言えや、みたいな、まあ、コメントもあったりとか、だったらもう俺プロのこととか言ってるけど、プロサーファーになってからじゃないと言えないのかなとか、まあ、自分はそう思う。考察なんでね。まあ、こうなんじゃないかとか、まあ、そういうものって世の中にありふれてると思うんですけど、なんかそういった方はよくね、コメント残しがちですよね。はい。別に僕は、そのコメントを、まあ、アンチコメントって言いますけど、僕はね、あえて。まあ、ちょっと面白おかしく言っちゃうんですけど、全然、書いてもらっていいんですよね、そういうコメントは。僕、多様性大好きなので、いろんな人がいて、いろんな意見があるってことが大事なので、もちろん僕の意見もその中の一つって思えば、まあ、そういった否定的なコメントも、まあ、ある種一つ、あ、そうなんだな、そういう思いの人もいるんだなっていうところなので、まあそういうのを理解できると、また自分のことを客観視できるじゃないですか。なんか自分がもう、あたかも正論っていうのは、僕全然思ってないので、ご指摘があれば、コメント欄にバンバン書いてください。はい。僕はこうやって目を通して、自分自身を、あ、そうやって見られてるんだなって思ったりもしますし、まあそれを経て、また動画にしたいなって思う意欲にもなったりするので、まあ賛否両論あって間違いないですのでね、世の中ね。はい、特にこういったサーフィンっていうのはね、皆さんのこう趣味趣向が強くね現れると思いますから、まあそういったところも僕もね今後ちょっと動画にしていけたらなと思いますけれども、まあそれにしてもですね、まあカノア選手のお父さんからのね、そういったシェアはもう本当にありがたいなと思います。まあ僕は生でカノア選手見たことないですけれども、愛知県イラゴにもね、はい、大会来てましたから、僕はすごいね、こう、まあ、なんかこう、感慨深いものがありました。はい、個人的にはね、はい、つとむさん、ありがとうございました。ということで、この場を借りてね、お礼を言いたいと思います。はい、ということで、はい、皆さん、ソフィー、いってらっしゃい。